Welcome to the Agan Online. どうも、しゅみです。ライゲルがそろそろ10になるってございます。連動からないんですけどね。連動10になるので、そろそろ次のこの機体を、ここに入る機体を考えなきゃいけないんですけども、と思いますながら、まあ、今回は格闘ブンブンしたいので、格闘機体でございます。積載さえどうにか立ち回れば、全然いけますよ。こいつの射撃機は。火力高いですし。ただ、積載がきついというのだけは伝えておきますが、かなりね、消耗するんですね。なんかもう、ひゃーって感じよりも、緻密にやるみたいな感じなんで、割と疲れちゃう。なもんで、私はですね、隣の木にビャーって、ビャーってですよ、ビャーって、本能のままにビャーって、本能のままにビャーって行きます、みたいな。おー、ツルもビャーって届きました。拠点を占領した。本能の赴くままにビャーって行かせてください、ビャーっと。はかなしみ。今回は事故でした。4取ったぞ。次はどなたかしら。アロックしろよ。ロックすりゃいいじゃねえか。命がけで回収よ。連邦のエースなど恐れに対立する。うんげ。はい、やりました。あ、今回はガルちゃん入れてます。今、カラーの関係。お、復活した。心配ない。修理は任せろ。私、撃てるものがない。再起動完了。ありがたい。心配ない。修理は止めない。マジっすか。デブロック違った。誰か来ればよかったのに来なかったですね。ついてくれればって感じでしたけど、これ4取られ返す。それでは兵とは呼べんな。無理無理無理。傷のうちに入りません。よし、この手の遅いスピードが乗らねえ。ガンガン行きますけどね。ガンガン行きますけどね。突っ込め突っ込め。そして機体がなくなる。やべ、今回機体ミスったかもしれない。俺ここまで押し込むことは想定していなかったですね。全然想定外です。
それでは兵とは呼べんな。それでは兵とは呼べんな。パワーをお貸しします。ここまで押し込むとはって感じです。まさか。次だ。いいぞ、この一気に行け。戦い方を教えてやる。ぶっ潰せやーって。私のため使ってもらう。まだ来るんですか。致命的な損傷箇所を修復します。不得だ。加速器なんて。そうですよね。どんどん回収しますからね。それでは兵とは呼べんな。ありがとう。ありがとう。連邦のエースなど修理は任せておけ。ありがとう。このまま連邦を包囲。致命的な損傷箇所を修復します。危ない。エレガントに回収いたします。この僕の前に入ってくるなんて。それでは兵とは呼べんな。ありがたい。自軍戦略兵器が設置されました。拠点をいただきました。起動範囲まで運搬をお願いします。はい、とっておきの兵器を用意。ありがたいですね。エレガントに回収いたしましょう。お願いします。手を貸してください。おせっかいかもしれないが。蹴落されている。まだだ。まだ十分ではない。微妙に取れてないですよ。手をお貸しします。頭がなくなっちゃった。ロースはまだ戦えるはずだ。どなたか修理していただき、ありがたい。ありがとうございます。ありがたいですね。エレガントに回収いたしましょう。めっちゃ押し込んでますけど。弾が欲しいね。弾がね。かまことにありがとう存じますからの指示です。弾がねえんですわ。サイクロプス隊任務開始。各自予定通りの行動を取れ。その力私のために使ってもらうぞ。飛んじゃった。
赤かった。狙われました。足りんかったね。選択し出撃する地点を選択してください。行くぞ。連邦手を抜いている。どなたか敵軍戦略を見つけてませんでしょうか。急いで破壊してください。お前の任務は直すはまだ戦えるはずだ。だいぶ一方的ですね。まだまだ無心ないばかりか。おっと、なかなかやる。しかしこの程度いい機会ですよ、マリンちゃん。このバンダナをしてるときは不思議と負けねえんだよ。ネウスキーの意志が全身抜きで仕留めたのか。アウトしました。ビールみてえな攻撃どうってことないぜ。修理が終われば前線復帰だ。敵軍戦力ゲージが残り 30% 以下です。お前の任務は終わりだ。仕分けは兵士を呼べんだ。落ちろ落ちてしまう。いえいえ、手をお貸しします。気の抜けたビールみてえな攻撃どうってことないぜ。たまらない。致命的な損傷箇所を修復します。文字通り何もなかった。ああ、これ一方的ですね。そういえばオフピーク隊の時間帯に入ってました。ありがたい。すごい勢いで、ここまで行くとすごいですね。マッチングお仕事してないみたいな感じですか。お貸しします。こんな気の抜けたビールみてえな攻撃どうってことないぜ。レースキル久々に見た。終わった。ひどい。ここまで行くのはそこまで下がった。いや、見てないんでね、わかんないんですけど、機体を選んでたらだいたい相手をチェックするのに期待選んでたって感じなんですけど。あ、確かに、確かに差はありますね。こっちの格差ですね、圧倒的な。8人、まあだから12人ぐらい、大将の差で言うと12人と1人みたいな感じなの。2人かなんで、まあ分かりやすく階級に差が出てるっていう感じですね。特に下の方もこう、そんな感じでございました。だから対象小隊が1小隊か、私違うので多分1小隊と、まあ2小隊はいないとは思うんですけど、そんな感じで入ってくるとこんな感じになるっていう。どうなんでしょうね、マッチングね。お仕事してないですよね。お仕事できないんですよ、今の小隊システムだと。対象6人組めるからね。それ自体が悪いわけでもないんですけど、相手が対象6人いないと、それはバランスが取れないかなっていうことになります。それが今の試合です。君の勝利。だからそれをどうするのかっていう、で、今、ギリギリもう2時過ぎたところで、ちょうど9マッチ仕様になったので、そういうのが発生してるんですが、それをじゃあ相手も招待6人来るまで待つかっていうと、ものすごい待ち時間があるのでっていうのがあったんですけど、まあ、だけど、それを見越した上で大将6人で組んでんだよねって話だと私は思うんですけれども。そこは、利便性、ね、じゃあ野良でやれみたいな話になるので、なかなか難しいところではあるんですけども。まあ、バランスを取ってたら、ものすごい待ち時間伸びますよ。それでもいいですかという感じになるとは思うんですけど、その辺は、まあ、今後どうするか難しいところだと思います。それでは、最後まで見てくれてありがとうございました。シルビでした。